僕、基本的にずっと働きたくないんですよ。だその、IT 企業経営者というカテゴリーの中に僕は結構入れられて、その IT のなんか成功した人みたいなカテゴリーで語られることがあるんですけど、で、あの人たちってすごく働きたい人たちなんですよ。なんか、その会社を大きくしたいとか、こんなことを実現したいとか。で、僕、ずっとダメレンの人の方が親近感あるんですよ。その、僕はいかに働かないかで、ダラダラして、働かないで金もらえるんだったらもらうよと。ただ、基本的には、働かないためだったら全力を尽くすっていう生き方を僕はずっとしてきたので、あの人たちと僕って真逆にいるとずっと思ってたんですよ。そのほら、堀江さんと僕、仲いいというふうに世間では言われ、まあ仲いいんですけど、仲いいと言われていて、同じカテゴリーに含まれてるんだけど、堀江さんはさ、そのお金いっぱい稼いでガンガン使って、その旅行も行くし、高いものも食べるしっていうので、その分かりやすい成功モデルなんだけど、僕はどちらかというと、その家でヨーグルト作ってるタイプなんですよ。まあ今日も作ったんですけど、その、ほら、ヨーグルトってさ、牛乳温めて入れてさ、で、30度台で温めるとさ、牛乳がヨーグルトに変わるじゃん。だから無限増殖するんですよ。だから、ファーさんの方が近いんですよ。だから僕はどちらかというと、あの人たちと真逆だなとずっと思ってるんですけど、でもなぜかそっちのカテゴリーに入れられてしまうっていうところで、どうなんだろうなと思い続けて、はや40。はい。